ルシル・ボール、ルシル・ボール、ルシール・デズレイ・ボール、1 9十一年八月六日から九百八十九年四月二十六日は、アメリカのコメディアン、モデル、映画及びテレビの女優、映画会社の重役。アイ・ラブ・ルーシー、ルーシー・デジ・コメディア・ワー、ザ・ルーシー賞、陽気なルーシー、ライフ・ウィズ・ルーシーなどのシットコムの主演でしら、存命中アメリカで最も人気があり、 影響力のある人物の一人とされた。またハリウッドで活動期間の長い俳優の一人でもあった。1930年代から1940年代、映画会社アーコでコーラスガールなどの配役として出演していたが、1950年代からテレビで主演するようになった。1960年代から1970年代は映画に出演した。1962年、 スパイ大作戦や、スタートレックなど多くの人気連続ドラマを制作する、本格的なテレビ制作会社では、初の女性経営者となった。エミー賞に13回ノミネートされ、4回受賞した。1977年の最初の受賞者となった。1979年、ゴールデングローブ賞セシル・ビー・デミル賞。1986年、ケネディ・センター名誉賞特別功労賞。 1989年、ガバナーズ・アワードを受賞した。1929年、モデルとして活動を始め、後に芸名をダイアン・ベルモントとしてブロードウェイで演技の活動を始めた。1930年代、アーコと契約し、映画で多くの派役を経験した。B 級映画での多くの役柄により、B 級映画の女王と呼ばれていた。 1951年、連続ドラマ、I Love ルーシーの制作に携わった。夫、ルーシー・リカード役に当事実生活でも夫であった、デジ・アーナズ、エセル・マーツ役に、ビビアン・バンス、フレッド・マーツ役に、ウィリアム・フローレイが共演した。マーツ夫妻は、リカード夫妻の住むアパートの管理人で友人である。この番組は180エピソード放送され1957年に、 終了した。1957年から1960年の一巻の1時間番組で出演者の追加はあったがこの4人は続投した。この番組の正式なタイトルは第1シーズンはザ・フォード・ルシール・ボール・デジ・アーナズ・ショー第2シーズンはザ・ウェスティング・ハウス・ティシル・プレイハウス・プレゼンツ・ザ・ルシール・ボール・デジ・アーナズ・ショーであった。 以降1967年まで毎年夏、CBS でルーシー・デジ・コメディアワーとして放送された。特別番組の際には、アン・サザン、ルビー・バリー、タルラー・バンク・ヘッド、フレッド・マクモレー及びジューン・ヘイバー、ベティ・グレイブ及び、ハリー・ジェームス、フェルナンド・ラ・マス、モーリス・シュバリエ、ダニー・トーマス及び彼の番組、メイク・ルーム・フォー・ダディの共演者である、レッド・スケルトン、ポール・ダグラス、 アイダルピノ、ハワード・ダフ、ミルトン・バール、ロバート・カミングスなどが出演し、最終回、ルーシー・ミー・ツ・ザ・マスタッシュには、アーニー・コバックス・オビ、エディ・アダムスが出演した。他に1962年から1968年まで、CBS で、ルーシー賞、1968年から1974年まで、陽気なルーシーに主演した。 彼女の最後の連続テレビドラマ出演は出会ったが、13エピソード制作されたものの8エピソードで打ち切りとなった。1940年、キューバ人、バンドリーダーのデジ・アーナズと駆け落ちした。1951年7月17日、およそ40歳で、第1市長女、ルーシー・アーナズを出産し、その1年半後、第2市長男デジ・アーナズ・ジュニア。 を出産した。1960年5月4日、離婚。1989年4月26日、77歳で大動脈帰りにより亡くなった。当時、仕事上のパートナーで、スタンダップコメディアンのゲイリー・モートンと再婚しており、27年以上に及ぶ結婚生活を送っていた。1 9十一年八月六日、ニューヨーク州のジェームズタウンで、 父ヘンリー・ダレル・ボールと母、デゼレイ・イブハントとの子として生を受ける。出身地については、モンタナ州ビウトと語ることもある。ニューヨーク生まれよりも、モンタナ生まれの方がよりロマンティックだと女が語ったと、複数の雑誌で報じられ、自分が西部の子であると作り上げたとされる。彼女が3歳の頃、モンタナ州アナコンダに転居し、その直後父が亡くなり、 その後ミシガン州に転居した。彼女の一家は、バプテスト教会の信者で、スコットランド、フランス、アイルランド、イングランドの血を引いている。経図によると、マサチューセッツ湾植民地の初期の入植者、エドマンドライスなど、植民時代初期の入植者の子孫とみられる。の電話保線行員であった父は、転勤が多く、彼女が生まれてからの3年間で、ジェームズタウンから穴込んだ。 その後ニュージャージー州トレントンに引っ越した。母が第二子フレッド・ボールを妊娠中、父はチョーチフスにかかり、1915年2月に亡くなった。その日のことは鳥が家の中に入ってきてしまったこと以外は写真でしか覚えていない。それ以降彼女は鳥恐怖症となった。父親の死後、彼女と弟のフレッド・ヘンリー・ボールは、 母とジェームズタウン西の柿向けリゾート地であるのある、ニューヨーク州セレロンに住む祖母に育てられた。彼女の幼少期に多大な影響を与えたのは、当時全米で屈指の行楽地であった、セレロンパークであった。明かりつきの湖に向かう滑り台のような遊歩道、ピアボールルーム、ローラーコースター、野外音楽堂、ボードビルのステージ、コンサート、演劇の定期公演などが行われていた。 祖父のフレッド・ハントは演劇がとても好きであった。彼は時々家族をボードビルを見に連れて行ったりし、彼女を学校演劇などにも参加させた。父の死から4年後、母は再婚した。ママ父のエドワード・ピーターソンは母と食探しに他の都市へ出かけ、彼女はケーフのピューリタンのスウェーデン人である両親の世話をしなくてはならなかった。彼らはバスルームの一枚を除いて、 すべての鏡を排除した。彼女が成長し身なりに気を使うようになると厳しく罰せられた。この頃のことは彼女に大きな影響を与え、彼女自身は7年か8年続いたと語っているが、実際はそれより短かったと見られる。エドワード・ピーターソンは出会った。彼の組織が女性による歌や踊りが必要となると、12歳の彼女はオーディションに借り出された。 彼女が舞台に出演するようになると、これこそが自分が賞賛される方法であると確信するようになった。彼女は若いうちから世に出たいと考えていた。1927年、祖父が監視していたにもかかわらず、庭で近所の少年が不注意の何者かに撃たれて麻痺が残ったとして、裁判により家屋と家具を没収されてしまった。その後、ジェームズタウンの 小さなアパートに転居した。1925年、ボールが14歳の頃、地元の23歳のチンピラである、ジョニー・デビータと交際を始めた。母は、この交際を心よく思っておらず、数週間で別れるだろうと思っていたがなかなか、別れせることができずにいた。約1年後、母は、娘の小ビジネス界への熱望をもとに別れさせようと、した。 家計が困窮していたにもかかわらず、ニューヨークにあるジョン・ミュレー・アダーソン・スクールの演劇家に入学させた。ベティ・デイビスが同級生であった。ボール後に、ここで私が学んだのは怖がらせる方法だけだったと語った。教師たちが間違っていることを証明するため、1928年にニューヨークに戻ってきた。 また、ハッキー・カーネギーのファッションモデルを務めることとなったが、軌道に乗っていた頃に、リウマチ熱、関節リウマチ、その他原因不明の病により2年間休業せねば、ならなかった。1932年に、再び女優を目指すためニューヨークに戻り、生活のために、の、タバコ売りをしたり再び、カーネギーの下で働いた。ダイアン・ベルモントという芸名を使い、ブロードウェイで、 コーラスの仕事を得たが、長くは続かなかった。バナティスの工業主アール・キャロル、ツアー公演のプロデューサーのフローレンツ・ジー・イグフェルド、ジュニア、ステッピング・ストーンズのシュバート兄弟のプロダクションから雇われて、すぐ解雇された。ゴールド・ウィン・ガールズに所属し、ローマ・太平兵器にクレジットなしの早くで出演を、映画女優に専念するためハリウッドに転居した。 アーコとの契約でサンバカ大賞の二リール短編コメディ、マルクス兄弟の映画、ルームサービスを含む多数の映画に、派役で出演した。またフレッド・アステア及びジンジャー・ロジャースが主演した、ロバータ・アイデ、モデルの一人、トップハットで花嫁海添ジ人、艦隊を追って冒頭部の脇役など数々のアステア・ロジャース映画に出演している。ジンジャー・ロジャースは、ボールの母方の遠い親戚である。 キャスリン・ヘプバーンとロジャースがダブル主演のステージドアではロジャースもボールも共に女優を目指す役を演じた。1936年ブロードウェイでハリウッドのデュプレックスアパートメントを舞台にしたバートレット・コーマックのコメディヘイ・ディドゥルディドゥルで役を得た。1937年1月21日ニュージャージー州プリンストンでプレミア公演が上演され神経症の演出家。 困惑した、重役、上に上がろうとする少女たちの邪魔をするスターたちによって、作り出され三名のルームメイトのうちの一人である、ジュリー・タッカー役を演じた。当初は好評であったが、主演のコンウェイティールは健康問題を抱えていた。コーマックは彼を降板させたかったが、プロデューサーのアン・ニコルズは役柄に問題があるとして、脚本を作り直す必要があると主張した。二人の意見の相違は、 解決に至らなかった。ブロードウェイにあるバンダービルト劇場で開幕が決まっていたが、ティールが突然既得となったためワシントン DC での公演は一週間で閉幕した。1940年代、ボールはメトロゴールドウィン・ベイヤーと契約したが、ここでの作品からスターダムに登ることはなかった。1939年のなど多くの B 級映画で主演していたため、 フェイレイの後を継いで、B 級映画の女王と呼ばれた。多くの女優の卵同様、ボールモナを広めることと生活のために、ラジに出演した。1937年、フィル・ベーカー賞にレギュラー出演した。1938年の放送終了時、後に、オズの魔法師でブリキ男を演じるジャック・ヘイリーと共に、T ・ワンダー賞に出演した。以降50年にわたる仕事仲間となる。 この番組でアナウンサーを務めていたゲール・ゴードンと出会った。1939年4月7日、ザ・ワンダー・ショーは1シーズンで終了した。MGM のプロデューサーのアーサー・フリードは、アン・サザンのために、ブロードウェイのヒットミュージカル、デュリーは貴婦人の映画家権を購入したが、サザンはこの役を受けず、実生活でサザンの親友であったボールが演じることとなった。1946年、 に主演し、1948年にクレジットなしのサリー・エリオット役で出演した。1940年、ボールはリチャード・ロジャースとロレンズ・ハートの舞台の映画化の撮影中、キューバ生まれのバンドリーダーであるデジ・アーナズと出会った。出会って2日目に親密になり、同年駆け落ちした。1942年、アーナーズはアメリカ陸軍に招集されたが、 膝の怪我により限られた職務しかできなかった。その後アーナズは、ロサンゼルスに住み、太平洋から帰還し、負傷した GI のために、米軍慰問団のショーを組織及び上演した。同年ボールは、で、体が麻痺しているナイトクラブの歌手を演じ、ヘンリー・フォンダは彼女に憧れるウェーターを演じた。翌年ボールは、デュバリーは貴婦人に出演し、ブルネットから燃えるような赤い髪に染め、 これが彼女のトレードマークとなった。1944年、アーナズと最初の離婚を申し立てたが、すぐ和解して取り下げた。1917年生まれのアーナズは1911年生まれの、ボールより6歳下であり、当時は、年上女性と、年下男性の関係は、社会的に受け入れがたく、そのため数年間は間を取って二人とも1914年生まれとしてきた。 1948年、CBS ラジオの出来抜な妻であるリーズ・クガートを演じた。この番組は成功し、CBS はボールにテレビドラマ化を持ちかけた。彼女は承諾したが、夫役をアーナズにするよう主張した。CBS の重役は、視聴者は赤毛のアメリカ人とキューバ人の夫婦を受け入れないのではないかと危惧した。ボールとアーナズによるデシルプロダクション制作のパイロット版は、 CBS は当初い印象を持たなかった。アーナズを番組に出演させるため、ひょうきんのルーシーを演じるボードビルで二人はツアー公演をして回った。このツアー公演は好評で、CBS はこの夫婦をアイラブルーシーに出演させることにした。アイラブルーシーは、ルシルボールのためのスター番組というだけでなく、互いの仕事が忙しくすれ違い気味であった。 夫婦関係の修復のためでもあった。ボールはテレビ業界の管理職ともなり、いくつかの第一人者ともなっている。ボールとアーナズが創立したデシルプロダクションにより、彼女はプロダクション会社の社長となった際のテレビ女優となった。離婚後、ボールはアーナズの取り分を買い取り、スタジオの社長として業務を拡大した。デシル及びアイラブルーシーは、 観客のいるスタジオで多数のカメラで収録したり、セット同士をつなげたり、現在も番組制作で使用されるメソッドのパイオニアであった。この頃ボールは、で32週、コメディワークショップで教えてもいた。ボールはコメディを教えることはできない。その素質があるかないかであると引用した。プレミア放送時、ほとんどの番組が、東部標準時及び、 中部標準時の地域の視聴者に向けて、ニューヨークから生放送し、キネコにより後で西部にも放送された。キネコはフィルムより劣るため、西部では画質的に劣った放送を見なくてはならなかった。ボールとアーナーズは、ロサンゼルスに住み続きたかったが、標準時の都合上不可能であった。ロサンゼルスのゴールデンタイムに放送するには、東部では遅すぎるため、多くの視聴者が、 劣化画像を見るだけでなく、放送まで少なくとも1日待たなくてはならなかった。スポンサーのフィリップ・モリスは、大型市場である東海岸ではキネコでの日、遅れ放送を行いたくなく、撮影、制作、編集に余計な費用を払いたくないため、ボールとアーナズはニューヨークに転居した。ボールとアーナズは、デシルの経営状況を考慮して、撮影費用を削るよう要請し、 一度放送された番組の権利を所有し続けたかった。初回放送後、CBS は番組の権利を貴重で持続性の高い資産であると気づかず断念し、デシルに返した。番組販売を通して再放送を重ね、デシルは I love Lucy で数百万ドル上げ、番組販売による再放送で利益を上げる前例となった。テレビ創世記。 再放送に関する制度が確立されておらず、業界関係者の多くは視聴者が再放送を望むことに回帰的であった。この時代の人気番組は不完全なキネコ装置により次世代の視聴者が見るには劣化がひどかったが、アイラブルーシーは半世紀以上世界中の数億人に視聴されている。ボールとアーナズの賭けはその後数十年ニューヨークからハリウッドまで テレビ制作の手本となった。デシュルは撮影監督として、著名なドイツ人カメラマンのカール・フロイントを雇った。フロイントは、カイラ・ブリュームルナウ及びフリッツ・ラングのもとで、メトロポリスの一部、ベラルゴッシ主演のマジン・ドラキュラの撮影に携わったことがあり、自身もボリス・カールフ主演のミイラ再生など、多数のハリウッド映画を監督した。 フロイントは3台のカメラを使用し、これがシチュエーションコメディのスタンダードとなった。観客の前でコメディを長距離撮影、中距離撮影、近距離撮影するには様々な技術が要求される。変わった撮影方法としては白から灰色までのカント量を用いて陰影をつけた。フロイントはすべてに強い光を当てて影を消し、照明を当て続ける。 平面交撮映の第一人者であった。アイラブルーシーは、その放送期間中、全米の週刊視聴率で上位につけていた。ルーシーダズ・ザ・タンゴのエピソードで、ルーシートリッキーが、単語の練習をするシーンは番子上最も観客が、笑っている時間が長かった。長すぎたために、音響スタッフは、サウンドトラックを半分カットしなくてはならないほどで、あった。 綿密なリハーサルとデシルの業務により、番組の成功とともに、アーナズは多忙となった。番組継続中にも二人は、ヴィンセントミネリ監督の、アレクサンダー・ホール監督の、などの映画で共演した。デシルは、ボールが、ステージドアで共演したイブ・アーデン主演の、アンタッチャブル、宇宙大作戦、スパイ大作戦など多くの人気番組を制作した。他に、 シェルドン・デナードのプロデュースシリーズである、メーベリー110番などはデシルスタジオで撮影され、このロボが表示される。1967年、デシルはパラマウント映画に買収された。1951年7月17日、ボールの40歳の誕生日1ヶ月前、第一市長女、ルーシー・アーナズを出産した。1年半後、 第二子長男デジ・アーナズ・ジュニアを出産した。彼が生まれた頃、アイラブ・ルーシーは、格好たる人気を誇っており、ボールとアーナズは番組に妊娠のエピソードを盛り込んだ。当時 CBS はいくつかの挑戦を強いられた。当時、妊娠している女性がテレビに出演することだけでなく、妊娠という言葉を発することすらはばかられていた。数名の生職者への確認後、 妊娠の話を組み入れたが、プレクナントではなく、エクスペクティングが使われた。このエピソードはフランス語のプレクナントを使用し、ルーシー・イス・アンサントと名付けられたが、エピソード名が番組内で登場することはなかった。1952年の冬までルーシーの妊娠に全米が湧いた。1952年、アメリカが衆国大統領選挙での アイゼンハワー当選とルーシーの妊娠がメディを賑わせた。1953年1月14日、翌月曜の放送で赤ちゃんが登場すると報じられた。詳細を知るため何百人もの人がスタジオやハリウッドの出版社に電話をかけた。1月19日がテレビ史上記録に残る日となった。アイゼンハワーの先制就任式の視聴者が2900万人、ルーシー・リッカードが リトル・リッキーを迎える放送の視聴者が4,400万人であった。1953年1月、リトル・リッキー誕生は TV ガイドの表紙を飾った。ボールはデジジュニアとライザ・ミネリの関係を否定した。息子がミネリとデートしたことについて、ライザは好きだけれども家庭には向いていないと語った。彼女の親友であるジンジャー・ロジャース、ビビアン・バンス、 メアリー・ウィックス、メアリー・ジェン・クロフト、キャロル・クックは少なくとも一度は、ボール主演のシリーズに出演している。1956年10月、アイラブ・ルーシー主演の4名であるボール、ビビアン・バンス、デジア・アナズ、ウィリアム・フローリーは、NBC のボブ・ホープのスペシャル番組に出演し、アイラブ・ルーシーのパロディを放送した。4名が揃って、カラー放送に出演したのは、 これが最初で最後である。1950年代終盤までにデシルの規模は拡大し、それに伴い、ボールとアーナズのストレスも増大し、アーナズの飲酒が問題となってきた。1960年5月4日の最終回撮影終了から2ヶ月後、二人は離婚した。1986年にアーナズが亡くなるまでアーナズとボールは、 良い友人関係を保ち、しばしばとても親しげに話していた。後に出演した連続ドラマでは、いつも未婚女性を演じ、彼女の実生活での離婚が暗示された。翌年ボールは、ブロードウェイでミュージカルに出演し、ポーラ・スチュワートと W 主演した。二人は30年にわたる友人で、スチュワートはボール十3歳年下のボルシチベルトの、スタダップコメディアンのゲイリー・モートンを紹介し、 ボールとモートンは再婚することとなった。ボールによるとモートンは多忙のため、アイラブルーシーを見たことがなかった。ボールはすぐにモートンを自身のプロダクション会社に入社させてテレビ界のビジネスを教え、最終的にモートンはプロデューサーとなった。またモートンはボールが出演する様々な連続ドラマに時々出演することもあった。1960年ブロードウェイのミュージカル。 ワイルドキャットに出演していたが、ボールの体調不良により続行が不可能となったため、予定より早く閉幕した。このミュージカルで使用された楽曲、Hey, Look Me Over は有名になり、エドサリバン賞で、ポーラス・チュワートと共に演奏した。他に、ミュージカル映画、などの映画のほか、CBS のバンス及びゲイル・ゴードン共演の、ルーシー賞、ゴードンの他に、 実の子ルーシーとデジジュニアも共演した、陽気なルーシーなど、ロングランの人気シットコムに出演した。1974年、ディック・キャベットの番組に出演し、自身の人生及び、アーナズとの生活について語った。他の俳優及び女優と同様のアーナズへの愛を明らかにした。またこの時のインタビューで、これまでの人生で一番変わった出来事は敗者で、 詰め物を押した後に起こったと語った。頭の中で、ラジオが聞こえるようになったのである。スタジオから帰宅する途中、ある地域を越えたら、モールスフ号ーのようなものが聞こえ、次第に強くなっていった。翌朝、専門家に調査を依頼したところ、日本製の送信機が埋め込まれており、日本と送受信していたのである。映画、影なき礎撃者で、フランクシナトラにより、 アイソリン夫人に配役を考えられていた。しかし監督で、プロデューサーのジョン・フランケンハイマーは、で、母親役を演じた、アンエラ・ランズベリーを推した。1980年代中期、ボールはテレビでの復帰を望んでいた。1982年の回想シーンで、アイラブ・ルーシーの最初の5シーズンから記憶に残るシーンを、ようやくしたビデオを流し、 アイラブルーシーへの愛を語った。1985年、テレビ映画で年配のホームレスの女性を演じたが、賛否両論であった。1986年、シットコムで再度ルーシー役を演じ、長年の相手役であるゲール・ゴードンと共演し、ボールはゲイリー・モートン及び多作のプロデューサーで、元俳優のアーロン・スリングと共同プロデュースを行ったが、 ABC により2ヶ月で打ち切られた。1988年5月、ボールは軽度の心筋梗塞により入院した。ボールが最後に公の場に出たのは亡くなる1ヶ月前、第61回アカデミー賞でボブホープと共にプレゼンターとして登場した際、スタンディングオベーションで迎えられた。1989年4月18日、ボールは ビバリーヒルズの自宅で胸の痛みを訴えた。救急車及びの救急センターに運ばれた。大動脈解離と診断され、バイクの事故で亡くなった27歳の男性の大脈を移植するため8時間近く手術が行われた。手術は成功し、とても早く回復し始め、少しの手伝いを受けながら部屋の周りを歩けるまでになった。ハリウッドから回復を願う声が、 次々と寄せられ、病院向かいのハードロックカフェでは、ハードロックラブズルーシーという看板が建てられた。4月26日の夜明け直後、ボールは背中のひどい痛みで目が覚め、すぐに意識を失った。手を尽くしたが、太平洋標準時5時47分に77歳で亡くなった。医師によると、前週の手術とは関係のない腹部の大動脈破裂により亡くなった。 仮装後の廃は当初ロサンゼルスのに埋葬されたが、2002年、彼女の子供たちが、ボールの兄弟、両親、祖父母が埋葬されている、ニュージャージー州、ジェームスタウンにある、レイクビューセメタリーの家族墓に移し替えた。ボールは、数々の名誉ある賞を受賞し、1989年7月6日、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領より、大統領自由勲章。 ウィメンズ・インターナショナル・センターより、リビング・レガシー・アワードを贈られるなど、亡くなった後も数々の賞を受賞している。ボールの故郷である、ニューヨーク州、ジェームスタウンには、博物館がある。ザ・リトル・シアターは、彼女の功績を称え、ルシール・ボール・リトル・シアターと名付けられた。また、タイム氏の百モースと、インポータント・ピープル・オブ・ザ・センチュリーに選ばれた。 2001年8月6日、アメリカ合衆国郵便公社より、ハリウッドシリーズの記念切手の一環として、生誕90年を記念した切手が発表された。TV ガイドでは創刊当初の1953年に、デジ・アーナズ・ジュニア誕生が表紙を飾って、以来、最多の計39回表紙を飾っている。TV ガイドは、ボールをグレイテスト TV スター・オブ・オール・タイムに選出し、 アイラブルーシー放送を50周年には8種類の表紙を用意し、コレクターズアイテムとなり、アメリカのテレビ史上優れた番組として、隣のサインフェルドに続き、第2位に格付けした。2001年、女性解放運動の一翼を担ったとして、2、殿堂入りした。は、ニューヨークにあるクラブハウスの名をボールにちなんで名付けた。2007年、第5回 TV ランドアワードのレガシー・オブ・ラフターを、 受賞したアイラブルーシーはホールオブフェームマガジンのグレーテスト TV シリーズに選ばれた TV ガイドはボールをグレーテスト TV スターオブオールタイムに選出した同年11月50グレーテスト TV アイコンズにジョニー・カーソンに次ぐ第2位に選ばれた2011年8月6日生誕100周年には Google が Google Doodle で ボールに敬意を表したロゴが発表した。このロゴでは、アイラブ、ルーシーの6シーンを表現していた。同日、ボールの故郷ニューヨーク州、ジェームスタウンには915名のそっくりさんが集結し、同様の集結で世界記録を打ち出した。1960年2月8日、ハリウッドウォークオブフェームのハリウッド通り6436番地に映画の 6100番地にテレビの星が埋め込まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。